にちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオはこの、ね、教科書ね、在家でやっぽいダジャダルユ、これ台湾バージョンね、日本語バージョンとか英語バージョンとかいろいろ世界中で一番人気がある教科書だと思います。みんなの日本語の中級の2番、台湾では中級に、日本のはね1なんだよね。で11課です。11課の2番目のビデオです。これはね、単語の6番から単語のリストを見てみましょう。昨日ね、予告した通りこの辺りですね、この辺り。今日やるのは立つ、大家族、大、パックツアー、個人、いかにも、これを一緒にやっていきます。今日の目標はここに出てくる単語のまずは意味を理解することね。でもここに中国語で書いてあるから意味はすぐわかると思う。で意味を理解して、でどんな風に使っているか、どのようにこの単語を使っていくかですね。でそしてみんなが自分で話すときにこの単語をすぐ使うことができるようになったらいいなと思っています。ではね、頑張っていきましょう。6番ですね。6番ね、立つ。皆さん、立つは自動詞ですか他動詞ですか？そう、これはですね、ここにもう書いてあるね、自動詞です。自動詞、何々が立つ、ビルが立つとか、空港が立つ、あと何、うちが立つとかですよね。こんな感じで、他動詞をこっちね、何々を立てるってね、立てるですね、ビルを立てるとかね、なんか何でしょう、お寺を立てるとか、駅前に、助詞にいいですね、駅前に高層ビルが、高層というのは高いよね、とても高い、高さが高い、高層ビルが建つ予定だ、予定ですよね。何々が建つ、での助詞はどこに何が建つです。皆さんの家の近くにどんな建物が建っていますか？私の家の近くに、そうですね、実は奈良は高さの制限、リミットがあるのね、オフィシャルのね。だからなんか奈良ではね、県庁といってガバメントホールがあるね。県庁より高いものを建ててはいけないことになっていますから、だいたい多分私の家の周りだと多分ね、4階5階建てかな、4、5階建て のビルしか建っていません。これね、建っています状態ですね。それから他にも、なんか例えばね、例えば立つがいいですよね、何々が立つ。例えば、駅の前にかな、駅の前にとても古いビルが建っていますとか、どこに何が立つで使ってください。ではね、7番いきましょう。大家族ですね、大家族。でね、大家族というのはビッグファミリーですよね、つまり人が多い家族です。大所帯、ちょっと古い日本語ですけど、大所帯という言い方もできます、ね、ただ大家族は必ず家族で、大所帯というと家族だけではなくて何かのこうグループとか、なんか、そうですね、なんだろう、なんかにこう組織だよね、こう何かのグループ、人がたくさんいるところ、大所帯と言ってもいいです。例えばね、会社であそこのチームは大所帯だっていうのは、あのチームには人がたくさんいるという言い方になります。あとね、これ一応反対のマークで使ってるんですけど、 100% 反対じゃん。ちょっと説明するので聞いてください。大家族は、例えば、私が大家族と聞いてイメージするのは6人以上かな、6人以上、また8人以上ぐらいです。で、核家族はどういう家族かというと、夫婦と子供だけの家族です。つまりおじいちゃん、おばあちゃんがいません、また孫がいませんね。夫婦と子供だけのユニットで、だからね、核家族が大家族の可能性もあります。例えばお父さん、お母さんと子供が、例えば、ね、子供が5人います、もうなんか結構大家族の感じがしますね。でも核家族っていうと、普通は日本のイメージはお父さん、お母さんと子供1人とか子供2人ぐらい、3人か4人の家族ぐらいの核家族、ちょっと小さい感じしますね。
で大家族と聞いたらほとんどの人のイメージはおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん子供時々孫とかね、ああいう感じのイメージがあります。または各家族だけど子供がたくさんいるとかですね。皆さんの家族は大家族ですか？どうですか？私の家族はね、ちょっと残念ながらね、大家族ではなくて、結構だから小さいユニットなんですけど、まあ、今日家族ね、みんな仲いいですね。うん、そうです。なんか今まで私は香港に行って、何人かね、生徒さんでね、大家族の人の家に遊びに行ったことがあるんですけど、もうね、なんかね、週末のヤムチャーって、週末のヤムチャーでテーブルが3つとかですね、すごいよね。たくさんなんか兄弟がたくさんいて、で兄弟にまた奥さんとかご主人がいて子供がたくさんいるみたいな、すごく賑やかで羨ましいなと思います。で、ね、続きいきましょうね。これね、彼は大家族です。こんな風に使いますね。彼はとか、うちの例えば社長は大家族ですとか、こんな風に使うとですね、またはなんか大家族になりたいとか大家族を作りたいとかも言います。で、ね、次はですね、8番ですね。8番はこれ大ですね。ちょっと見て、大何何とこっちに王があります。王何何ですね。日本語ではこの大きい、ね、サイズの大きいですよねとかなんですけど、時々大と呼んで時々王と読みます。大体の規則は大という時には後ろに音読みですね。音読みは漢語、漢語って汎語、もともと中国語の言葉が来ている場合が多いです。全部じゃないですけどね。あと王ですね。王何々は後ろに和語ですね。ホイユだけのベライルユだね。もともと日本語の言葉をここに持ってくる場合が多いです。ではちょっと読んでおきましょうね。例えば大成功、大成功、大成功、ビッグサクセスね。例えば、彼女はビジネスで大成功しました。または大成功を収めました。あと I want to be very successful。私は大成功したいです。大出世ですね。大出世。例えば彼は最近まだ30代 in his 30s、ね、30何歳ね、30歳なのにもう部長になりました。わあ大出世しましたとか、それは大出世ですね。大活躍、活躍というのは素晴らしい仕事をします、いい仕事をしますね。例えばね、女優さん、アクトレスね、女優さんは人気があって今の3つの映画を撮っています。 shooting 3 movies ね、 at the same time 同時に映画3つ撮っています。わあ大活躍です ね。次ですね、大勝利ですね。おこれはですね、昨日の晩ね、日本はワールドカップでドイツに2対1で勝ちました。大勝利です。ですね。2対1だけ見たらそうでもないけど、相手がドイツですから、すごく強いドイツに勝つことができたの、日本にとっては、もうこれは、もうなんかミラクル、奇跡のようですね。大勝利を収めました。ですね。大勝利しました。で大事業ですね。事業がビジネスですから、大事業というと、ビッグビジネスですね。なんかビッグプロジェクトと言ってもいいかな。例えば、私は大学を卒業してから大事業をしている大きい大企業かな、大企業に勤めたいですとか、大多数です。大多数というのはマジョリティの意味で使います。例えば日本人の大多数ですね。日本人の大多数は、何がいいかな、大多数は日本人の大多数は生まれてから一度も外国へ行ったことがありません。これね、本当の話で、前もね、多分これ話して、すごいびっくりしたから話したんですけど、ね、日本 のパスポートの普及率、昨日やりましたね、プージーだね、スプレッドね、パスポートの普及率がだいたい 25% ぐらいなんですよ。だから 75%、まあ、大多数でね、
75% の日本人は外国へ行ったことがありません。ちょっとびっくりだよね、うん、意外ですね。多分香港の人はパスポートを、大多数の人はパスポートを持ってるよね、うん、で次ですね、王ですね、王、大掃除。大掃除はあの今、あ、まだ11月ですね、もうすぐ12月、12月になったら1年が終わりますから、日本の人はもう、ね、家の中を、ね、全部掃除します。あれを、ね、大掃除と言います。12月に大掃除をします。次ですね、大人数で、あの大多数はマジョリティでしょ。なんか例えば 90% の人とかね、でも大人数はたくさんの人です。人数が多いことはね、マジョリティかどうかは分かりません。でもたくさんの人です、大人数。例えばね、あの最近あの経済、あの日本であの旅行する人が増えてる、ね、で大人数であのなんか旅行する人が増えています。例えば家族とか会社とかね、みんなで。例えば、うん、昨日の晩大人数で、ね、大学の先生たちと大人数でパーティーをしました。次ね、大喧嘩。大喧嘩、ビッグファイトですね。あのこうやってパンチしなくても口喧嘩でもいいですよ。アーギュメント、クォーレルね。あ、例えば昨日夫と大喧嘩してしまいました。次ですね、大悪党ですね。で大悪党、大悪党、大悪党ね、大悪党というととても悪い人ですね、うん、なんか例えば映画の中で出てくる、もういつも嘘を言って、いつも人のお金を取ったり、あ、どこか銀行からお金を盗んだりする、ね、大悪党ですね、うん、皆さん時々大悪党は映画の中でスーパーヒーローになりますよね、うん、それ結構面白い話です。それから、ね、大赤字ですね。あの赤字というのはあのビジネスをしている時にマイナスの状態です。例えば家賃を払ったり、あと従業員、ね、社員のお給料を払ったり、商品の代金を払ったら、そしたらもうマイナスですね。そしたらそれは、ね、赤字と言います。ですごい赤字を大赤字と言います。あと去年や一昨年はコロナで皆さんビジネスがうまくいかなくて大赤字になりましたですね。次、大仕事。大仕事は大きい仕事ですね。例えばね、明日、例えばですけど、明日私は、何が、例えばワールドカップで、これやりたいな。私は明日、ワールドカップで、あの、英語と日本語の通訳をします。Do the interpreter ね。通訳をします。もう私にとってはね、大仕事です。もう、big job ね。なんか、すごい仕事の感じですね。大仕事です。あとは、あの、なんていうかな、立派な仕事、さっきのは立派な仕事で大仕事ですけど、そうじゃなくても例えばね、明日私は、例えばホームパーティーをしますから、10人のために料理を作らなければなりません。いつもね、自分一人の料理を作っていますからすごい簡単ですね。でも10人の料理はちょっとね大変です。たくさん切ってたくさん料理しますね。これね、たくさんの人に料理を作るのは大仕事です。タフジョブね、すごく大変ですね。次ですね、9番いきます。9番、パックツアーですね。パックツアーはね、ショートフォームで、パッケージツアーね、パッケージツアーね。でね、パッケージツアーと、これちょっとこれ同じじゃないマークで、団体旅行です。団体旅行ね。でね、団体旅行とパッケージツアーは、あの、似ているけどシミラーね、そっくりだけどちょっと違います。パッケージツアーは例えばここにちょっとメモしたんですよ。航空券、エアティケットね、フライティケット、飛行機の切符と、例えばホテルと、あと日程、見える、これ日程、アイティナリーね、何日にどこへ行って、それからどこに行ってってね、順番とか、そういうホテル、交通だよね、ガオトンね、トランスポーテーションとか、いろいろなスケジュールがあの決まっています。でも、あの他の人と一緒に
大きいバスに乗るかどうかはちょっと分かりません。なんかパックツアーといったら多分ね、他の人と一緒に旅行しません。でも同じスケジュールで旅行している人が他にもたくさんいるかもしれません。ではそれはパックツアーと言います。でね、団体旅行といったらなんかイメージはなんかガイドさん、はい皆さんこっち来てくださいってね、はいこれは有名な大阪城ですとね、で説明する人がいたり、なんかこうバスで、大きいバスでみんなで、もうみんな同じ、一緒にご飯を食べたりするよね、一緒にチェックインしたり、一緒にバスでどこか行ったりする、ああいうもね団体旅行です。パッケージツアーはみんなで一緒にご飯を食べたり同じバスに乗ったりはしないかもしれません。そうですね、私もね安くて便利だから時々パックツアー買っていますね。今度この間話したんですけど、来月ね12月に北海道へ行く予定なんですけれど、で北海道に行くときはねパックツアーで行きます。でどうしてかというと航空券とホテルがセットになっていてすごく安いからですね、ではね続きいきましょう。10番ですね、個人ですね。個人なんかこうインディビジュアルよね、インディビジュアルね。でプライベートな感じ、あプライベートじゃないの、インディビジュアル、ね、で個人の反対ですけど社会とか団体とか集団とかもしかしたら国、カントリーね、国と個人も反対だと思います、例えば個人の意思、ね、気持ちだよね、個人の意思を尊重する、尊重ってこうリスペクトする感じですね。例えば、私の学校では、ね、私の学校では生徒を一人一人でね、一人一人の個人の意思を尊重していますから、例えば好きな勉強ができるシステムです。なんかさっきのパックツアーとかは個人の意思が尊重されません。なんかもう決まった飛行機でね、decided flight とか決まったホテルに行かなければなりません。で私個人としての意見では、これ会議とかで話すときに私は例えば ABC 学校の、ね、先生です、ね、でも本当はフリーランスです。私は ABC 学校の先生です。で今学校の代表で、ね、ドイビューね、ダイビアをね代表として representative of the school、ね、ABC 学校のもう代表として会議に参加していますが、会議で意見を言うときに、あこれは私たち学校、ね、学校のこの団体だよ、ね、の、意見じゃありません、私一人の意見ですが、ね、私個人、ね、私個人としての意見では、ね、私はこれに賛成ですとか、ね、反対ですとか、ね、いうことができるね。あとね、スポーツで個人競技、個人競技っていうと例えばテニスのシングルとかねですよね。で団体競技っていうと団体の、ね、団体競技というと例えばバスケットボールとかサッカーとかね、あれ団体ですね。でね、個人戦もシングルスのその試合のことですよね。例えば明日は卓球、ピンポンね、ピンポン卓球の個人戦を見ますとか。で次11番ですね、これいかにも、いかにもというのはちょっと強調して使う時が多いのですけど、とても本当にですね。例えばね、皆さん私を見た時どう、私はとても日本人に見えますかと、ある人はね、まさみ先生すごく日本人みたいね、いかにも日本人です。例えば多分なんか顔とか、あ先生の目はいかにも日本人ですとか失礼だよね。前ね、私ねブラジルに行った時だよね、ブラジルに1ヶ月行ったんですよ。すごい楽しかったです。サンパウロからスタートして、サンパウロから、イグアスかな、イグアス4に行って、それからリオ行って、カーナバルも出て、でそれでそれからだんだん上の方にね、こうぐるーっとマナオスからアマゾンとかでぐるーっと一周ね回ったんですけど、なんかねブラジルのなんか人たち、田舎の人とか、ね、多分ね初めてアジア人を見て、
やられました。すごい、あ、でもそんなに怒ってないですけど、うんですね、結構よくあるヨーロッパでもありますね。こうやってやられます。ちょっと意地悪で、日本の人は意外と外国の人に親切でフレンドリーだと思います。あまり日本に来てなんか差別、なんかディスクリミネーション、差別にあったという外国の人、私結構聞くんですけど、日本で外国の人が来たらどうですか、日本の人失礼じゃないですか。基本的にはベースからね、基本的にはね、そういうのないですね、うん、いかにも差別とかね、そういうのはまずないと思います。ただみんなね、私の印象ですけど、英語ができないとか中国語ができなくてコミュニケーションができないから恥ずかしいとか、うん、ちょっとネガティブだとね、めんどくさい、うん、前にありましたね。私友達と中国語で話しててお店に入った時に、なんかね、ダメダメって言われたんです。で私すぐ日本語に切り替えて、ね、あ、すいません、満席ですかって聞いたら、あ、いえいえどうぞって言われて、なんでと思ったんですけど、うん、なんか後でちょっと聞いたら、その店ね、ちょっとだけね、高級な店で、で、メニューも全部日本語で、だから外国の人が来た時に、なんかね、メニューがまず読めない。で、それを説明できない。で、あとは、ちょっと高級な店だから、外国の人がなんか、例えばね、フラッシュでなんかこう写真を撮ったり、ビデオを撮ったりとか、うん、確かに日本ではダメですね。とか、でもそれも説明できないとか、悪い経験が結構多いから、めんどくさいからね、それで外国人ダメダメとか言うんですね。でもあれはね、うん、ダメだと思います。だからもし日本で特になんか奈良とか京都とかちょっと古い田舎町でお仕事をしている人が見てないと思うけど、もしこの授業のビデオを見てて、いや、まさみ先生、それは面倒くさいから外国人は入れなくてもいいんじゃないですかって思ってる日本の人がもしいたら、ちょっとでも考えてみてね。それは差別になるんだよね。だから、やっぱり、ぜひですね、今は、Google Translate とか便利なものがたくさんありますから、ハイテクをぜひ使ってですね、差別のない素敵な日本にしてもらいたいと思います。皆さん、ね、外国の、これ見てる人ほとんど外国人だから賛成ですよね。そうだよね。うん。そうです。日本もいい国になりましょう。すいません。脱線した。元に戻りましょう。これね、いかにも北海道らしいお土産をくれた。もうね、見たら、うわぁ、これはもう、ザ・ジャパンという感じですね。例えばね、いかにも北海道だと、例えば、うん、白い恋人わかりますか？白い恋人とか、あとトウモロコシのね、チョコレートとかね、見た、あと六花亭とか知ってますか？六花亭もチョコレートとかですけどね。あとはなんか、うん、あと何、北海道なんかメロンのチョコレートとかね、北海道ぐらいだよね。メロンの中で薄い、あ、こんな緑、こういう緑のチョコレートがあるので、あれもね、美味しいです。あとトラピスト、あれ私大好きですね。トラピストクッキーですね。バタークッキーなんですけど、すごくね、おばあちゃんが作ったような感じのね、優しい味のクッキーがあります。函館のものですね。あと函館で有名なのはイカ飯とか、スクイートね、ベイビースクイートみたいな、これぐらいのイカの中にもち米、スティッキーライスが入ってもう煮てあるんです。あれとかも見たら、日本の人だったらトラピストクッキーも多分イカ飯も、白い恋人もですね、ああいうの見たら全部ね、あ、北海道に行ってきたんですねってすぐ分かる。いかにも見た、とても北海道だって分かる感じですね。他にもね、例えばね、いかにも、例えばなんだろう、真面目そうな人と、なんか図書館に行ったら、図書館でいかにも頭が良さそうな学生が一生懸命勉強していましたとかね、とてもそのように見えるという時にいかにもというのを使います。はい、ここまでどうでしたでしょうか。ちょっと雑談ね、おしゃべりも多くてごめんなさい、ね、なんかちょっと長くなってしまいました。ここまで見てくれた人、よかったらコメントから感想くれるとすごく嬉しいです。あと、よかったらライクしておいてくれるとすごく私は嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた明日ね、単語やります。明日の単語はね、このあたりです。これね、3番の読みますね。
入学式派手な、派手なってファッションのことはね、派手な、元気出す、元気を出す、広告、この単語をやっていきます。皆さんね、単語結構大事だと思います。一生懸命やっていきましょうね。じゃあまたぜひ明日会いましょう。お疲れ様でした。なんでまた見てね。バイバイ。